滋賀県守山市の小学校。おはようございます。おはようございます。4年生の児童たちが学校に着くと、取り出したのはパソコンです。真剣な顔で何かに一斉に取り組んでいます。画面に映し出されているのは、自動でさまざまな問題を出題してくれるデジタルのドリルです。今、教育現場では教育・エデュケーションと技術・テクノロジーを掛け合わせたエドテックと呼ばれる新たな学び方が急速に浸透しています。この学校が取り入れているドリルでは、児童が問題を解く中でつまずいたところを AI が分析、児童の状況に合わせて問題を変化させ出題してくれます。例えば、90人中 20% が野球チームに入っています。野球チームに入っているのは何人ですかという問題。同じような問題を繰り返し間違え、 AI がパーセントを小数に直すのが苦手と判断した場合、つまずいている部分に特化した問題を出すことで理解を引き出します。この学校では授業が始まる前の朝の時間などを活用し AI ドリルに取り組んでいて、先生も子どもたちへの声かけなどを行っています。難しかった？だってローマ字苦手だもん。そっか。間違ってた時に分かりやすく説明したり解説したりしているので分かりやすい。5年生になっても4年生の復習とかできるから、そういうのがいいと思う。もうすぐ終わってもっと課題が欲しいぐらいです。自分ではなんか頭が良くなったのかなと思う。授業範囲や学年にとらわれず自分に合わせた学習ができるメリットがあり、この学校では3ヶ月間 AI ドリルに取り組んだ結果、同じ難易度のテストの正答率が全ての学年で上がりました。問題数が非常にたくさんありまして、それが教師が一つ一つ選んでやっていかなくっても子ども自身が選んでやっていけるっていう、そういうこの自由度が非常に高いっていうところが大きいのと、でもう一つは、今までだと教師が全て印刷をして子どもたちに配る、あるいは市販のドリルを使っていくっていうようなところで、教師の負担という部分でも随分減ったと思います。 ICT を活用することで家庭学習を含め全ての子どもの学びを保障できる環境を早急に実現してまいりたいと思います。新型コロナウイルスの感染拡大によってオンライン学習が増加したことなどを背景に、急速に導入が進んだエドテック。野村総合研究所は市場規模は右肩上がりに拡大すると試算しています。一方でエドテックの活用をめぐってはまだまだ課題もあります。 AI ドリルはパソコン上で学習状況を確認できるものの、 AI が大量の問題を出題するため、子どもたちがどのような問題を解いているか分かりづらくなります。さらに生徒に出題される問題の難易度や量は個人によっても違います。行われていたのは AI ドリルの活用方法を考える職員会議です。やっぱり個人がどの程度できてるかっていうのがやっぱりちょっと把握しにくかったなと思います。すごくこう個人差が出てくるので、たくさん出てしまった子へのこう支援とか、そういうこともやっぱ必要になってくるかなというふうに思いました。もう伸びる子はどんどんそれで自分で勉強して伸びていくっていうことはもう大事なことだし、それはもう同意に認めていってあげたらいいと思います。で、問題はやっぱりどうしても進みにくい子ですよね。そこをどうフォローしてくるか、やっぱり細かにそこは子どもに返していく、また保護者と一緒になってどうやってこう支えていくかとか、そういう方法をまた検討しながら進めていくのがまた必要かなということを考えています。スマホを準備をしてください。一斉に自分のスマートフォンに何かを打ち込む生徒たち。大阪府茨木市の高校で行われていたのは、アプリを活用し児
自分自身の振り返りを行う取り組みです。これまでは先生が作ったシートに書き込み提出していましたが、見られることで本音を書かない生徒もいたことから、実験的にアプリを導入することにしました。このアプリは自由に自分の感情を打ち込んだり、質問に答えたりすることで、その時の考えや気持ちを記録。それに対し、AI がアドバイスもくれます。機械やから、周りのことを考えずに、自分が思っていることを素直に言うことができたので、その点はミュートを使ってよかったって思いました。落ち込んでたりとかした時に、何事にもとりあえずチャレンジしてみようとか、なんかそういうのが出て、それは励みになりました。アプリに記録するだけではなく、大切にしているのはその先、可能な範囲でクラスメートと書いた内容などを話し合い、自分の考えを言葉にすることです。サッカーのランクも頑張って終わったから結構嬉しいとか感情です。ヨガ三元授業が始まって、うん、面白くなってきた毎日が学校で短いから授業なんかマイナスに捉えることが多かったんですけど、プラスに捉えることによってなんか自信とかついたりとかはしました。第一は自分で自分のことが分かっているっていう風になってほしいな。だから自分はこういったことが大切だし、こういった風になりたいんだっていう風に自分の言葉で言えるっていう生徒になってほしいなと。浸透しつつあるエドテック、今後の活用方法について長年教育現場に携わってきた専門家はこう指摘します。要するに道具ですから、道具をいかに使うかという点で目指す方向性がないままに使うと失敗をします。だからこんな学びを実現しようということを考えて、その理念を持った上で使っていけば、おそらく成功して成功に近づくのではないかと考えています。生まれた頃からデジタル技術がすぐそばにある今の子どもたちの世代、子どもたちにとって良い教育を実現していくために技術をどのように活用していくかが問われています。